に一人の選手がホブになっていましたけども、はい、あ、中津選手と、ね、樋口選手といえば谷さんも放送席にいたあのエニアホールでの KOD タッグ選手権試合、凄まじかったですね。凄まじかった、もう本当に未だにレスリングユニバースで何回も見るくらい神試合でしたね。なんか